どうもでーす。まず最初に、そこまで上手くないんで、それ踏まえてみてくださいね。最近2人にヘビを教えてまして、それでちょっと教えたいんですけど時間が合わないんで、動画にして役立っていきたいなと思って動画で撮りますので、もしよかったら見てほしいです。幻滅人獣のブレイブヘビーでどんな感じに動いてるのかっていうのを実際やってみます。自撮りですのでちょっと汚いですけど、すいませんね。では行きます。だいたい3飲みして、で飛び出して武器出して、本来あれですね、コトラ爆弾とかでやるのかもしれないですけどね。2回コロリンして、ブレイブリロードで撃つ。このまま吠えても気にしないで撃ちまくる。この間にこれで溜まっちゃうんで、そしたらもう損万でフレーム回避してもらって、しゃがみ直しして、フレーム回避したい、しゃがみ直しで、トゲが一番肉質いいんで、フレーム回避でしゃがみ直し、これも正面だし、避ける方向なんですけど基本ブルーシドウと一緒ですね。あ、外した。ヘタッピレモン張り出るかな。健康やって感じで、どうしよう。ブレイブヘビーってブレイブ状態になるとフレーム回避じゃなくて、ああミスったー、ヘタッピー。ブレイブヘビーってブレイブじゃないと回避性の字がつくんで、それを利用してフレーム回避する感じですね。これレフォン張り出るかな。あはー、ヘタッピだなー。させんで何回かミスしちゃってるんで、参考っていうことでことにしといてください。基本噛みつき2連続も一発目でフレーム回避って感じですね。武士道と一緒です。でしゃがみ直しは基本 AXA 長押しだとしゃがみやすいんで、 あとミスっちゃったんですけど、ボルテージでと基本一発残してしゃがみ直しな感じでお願いします。これもフレーム回避で、基本自滅時のというのはフレーム回避しやすいんで、あはミスった。これなんとか霊魂狩りぐらいかな。
あ、取れるかな。まあ、こんな感じで、すげえ避難しちゃったっすけど、これでも霊魂針は出るんで、こんな感じで。うん、動画だと緊張しますね。下手っぴですいませんね。基本あんな感じでフレーム回避してもらって、ああいう立ち回りできれば結構自滅陣銃霊魂針結構簡単に出るんで、こんな感じでやってほしいです。でブレイブヘビーは人滅陣とかディノとか疾風とかなんですけど、ああいう風にフレーム回避できるやつはこういう風に無理、あのギリギリまでしゃがんでいいんですけど、他のモンスターは基本チキンプレイでタゲが来た瞬間走り出して軸ずらして受けてしゃがみ直しの方が、あの被弾もしないで火力を出せるんで、無理にしゃがもうとしないでやる感じでお願いします。以上です。お疲れ様です。